ですよ、癒されるっていうか豚が溺れ死んだなんてニュース聞いたことないじゃん。恥ずかしないだけじゃないですか。あんまり泳げる仕上げてないけどではもうでかく前のお天気です。天達さん、はい、ただいまはコツコツと雨が降っています。少しこう水たまりもでき始めているんですね。この後は雨が強まってきそうです。これからお出かけされる方、今日は防水加工された上着、そして足元もね、水はねなどもあると思いますので、今日お気を付けください。では今日はですね、雨の分布から見ていきましょう。まずこちら午前中なんですが、雨のところ多いですね。長野や山梨あたりでは雪で、足元の後まで多いところ10センチぐらい降りそうです。午後は四国など回復してきますが、関東から北、雨足が強まってきます。夕方頃が関東、東北の雨のピーク、雷や突風にもこの時間お気をつけください。今夜西から回復しますが、日本海側雪に変わってきます。非常に強い寒気が入ってきますので、風も強まって東北の沿岸、暴風雪に注意してください。では3時間ごとの天気、名古屋から長く見ていきましょう。こちらはだんだん雨が止んでくるんですが、雨が止んでくるタイミングで風が強まります。気温は10度以上なんですが、体感温度を下げる北風ですから、厚手の上着で今日はお過ごしください。東日本、北日本です。北海道は南部で大雪になっているところがありますが、この先も、ね、交通機関をお気をつけください。その他は雨のところが多く、関東午後3時以降雷雨になりそうです。各地とも夜は風が強まり寒くなりそうです。さあ、この後今夜から冬将軍がやってきます。2回目のお天気で詳しくお伝えします。